ハンス・ケスラーはドイツの作曲家、合唱指揮者、音楽教師、マックス・レーガーのいとこ。1874年から1877年までミュンヘンでヨーゼフ・ラインベルガーにオルガンをフランツ・ビュルナーに合唱を指示。その後、ドレスデン音楽院における音楽理論と合唱の教師並びにドレスデン声楽委員会の指揮者に就任。 1882年から1908年まで、ブダペスト音楽アカデミーにてオルガント合唱を指導し、後に作曲家教授も務める。長年の功労により、貴族に劣せられ、生の前に、フォンをつけることが許された。門人は、エルンストフォンド・ホナーニア・エメリヒ・カールマン、コダー・イゾル・ターン、バルト・クベーラ、レオ・ベイネルラ、当時の最も優秀な、ハンガリー人作曲家が含まれている。 1908年に引退後ドイツに戻るが、ドホナーニア、カールマンによって、再び現場に復帰し、低収入を得ることができるようになった。ケスラーは、130曲以上の作品を残しており、そこには、オペラ、2つの公共曲、バイオリン競争曲、還元楽のための変装曲、女性合唱とオルガンのためのミサ曲、四編唱、室内楽が含まれている。 不安定な境遇が続いて作品が多方、失われたり、あるいはおそらく個人像の管理に入って公開されていないために作曲家としてほとんど知られていない。ありがとうございます。